ってベアラーとは。いや、頼める相手がいるだけいいか。人様のベアラーを使うのは気が引けるが仕方ね。そこのあんた、一つ頼まれてくれ。見ての通り、俺の馬車はあの有様でな、チョコボたちが大事な積み荷を狙って群れてきやがった。ああ、そういうこと。急ぎの荷物だけでも先に届けたいんだが、ここを離れるわけにもいかなくてよ。そこでだ、この先のマーサの宿まで一っ走り荷物を届けてもらえないか。チョコボ寄ってくるんだ。はい、わかった。ありがてえ。こいつがその荷物だ。マーサの宿に行けばいいのかな。馬屋番からの報酬はそのまま受け取って構わんからな。あんたの主人に礼だと言っておいてくれ。それじゃよろしく頼むよ。はいよ。チョコボさ、問いだけ。チョコボ、ちょっと。めっちゃ可愛いじゃん。まあ可愛いけど、一応そういう害のある銃扱いなのかな。いやあ、シーア、男の子を産んだそうじゃないか。赤ん坊はどうしたんだい。パンで酒やってんの。聞いてちょうだい。でっかくないかパン。恐ろしいことにベアラだったの。すごいもんか。皿がでかいよな。おざましいったら。どう考えても。まあ、なんてこと。お役人には届けたの。すぐに軍で処理してもらったわ。パンもでかいし、皿もでかいな、この店。今日はその帰り。気が気じゃなかったんだから。ストイックすぎない飯。何か悪いことが起こるんじゃないかって。そう、でも処理が済んだのなら、一安心ね。ママ。ちゃんとした弟が欲しい。普通は何パンに合うお酒って。きっとそのうちに、ね、それまでいい子にできる。どう。わかった。信じられないかい。信じられないよ。だってパン一つしかないから。エルニ様が治めていた頃のロザリアではベアラーはここまでの扱いを受けなかったものね。ちょっと待って、俺これ見ちゃうんだ。ごめんな。早く進めよって話かもしれないけど。何この株みたいな紫の株。いらっしゃい。安くするよ。うまいのかな。キャベツとレタスか。じゃがいも。なんだこれ。うまそうだな。うまそうだな。スープにしてもらうか。うわぁ、朝摘みの取れたて、新鮮だよ。めっちゃ肉じゃん。うまそう。腹減った。めっちゃキノコ取れてる。すごい取れるね、この土地。修道院の人。うわぁ、鍛冶職人みたいにいる。うわぁ、剣たくさんある。めっちゃ剣あるじゃん。うわ、絨毯ある。わあ、なんか変な石みたいな、輪ゴムみたいなのある。細けえ、細けえ。クッション、なにここ、薬草みたいな。よく冷えてるじゃないか、坊主。魔法ってのはどうやって使うんだ。あ、魚干してんだ。へえ。でっか。何これ。何のさ。万引きし放題だけどな、これ。さあさあ、買ってって。買っちゃおうかな。なんか。今フリマってやってんの、どっかで。ちょっと待って、怖っ、怖っ、え、怖っ。
あ、重力ある。あ、勘違いだった。重力がある気がしてたよ、今。勘違いでした。いやー、でもこのゲームさ、今更だけどさ、いや、今更よ。その、もっとじっくりやるゲームなんじゃない？景色楽しみながら。ごめん、ちょっとそういうプレイしていい？ちょっと、なんかやっぱすごいわ。感動だわ、なんか。景色がなんか、うん、本当にちっちゃい頃こういう世界本当にあるんじゃねえかっていう思ってたの野田少年の心をくすぐりまくるわ今。はあ、めっちゃ良くないですか、なんか、うん、なんか感慨深いな、なんか感慨深いって制作者みたいなこと言うけど。なんだろうね、わかりますこれ、なんかこの感じ。昔なんかほんとね、このレベルの画質で MMO がやれたらとか思ってた気がするわ。いやだ、死にたくない。なんだこれ、痛い痛い、なんだこの変化、怖っ。どうか痛み止めを。あの、カイジの地下のさ、怖い、あの、一人で死ぬ、あったよな、こんなとこ。ここにいますよ、大丈夫。この人たちは、マーさんがこれまで買い取ってきた、捨てられようとしたベアラーたちを、ここにかくまっているのです。彼らはもう長くはない。ここで石になって死んでいくだけ。うわ、石になってる。うわ。何これ。ブレイク状態ってこと？石じゃんもう。全身に石化が。これは。ベアラーが必ずたどる末路。全身が石化するまで生身のまま魔法を使うことを強いられ、動けなくなれば捨てられてしまう。私にもあったな、ファイヤーパンチでこの現実を変えることはできません。能力者はずっとその材料に使われるやつ。最後くらいは人らしく見取ってやりたいと。あなたの魂が幸大きいものであれと心より祈っていますよ。安心を。死ぬことだけが希望だったみたいだね、ファイヤーパンチだと。お薬を届けてくださって本当にありがとうございました。そういう薬なの。彼らも少しは楽に行けるでしょう。地獄だな、マジで。ベアラーっていうシステム、ここまで書く、ここまでするか、ここまでひどく書くか。宿場へ戻ったらマーサにまた二人亡くなったと。いやー、地獄だ。こんなさ、自然豊かでこんなに開けたさ、なんか場所にこんなところがあるっていうのがさ、マーサのところに戻るか。いやー、そうだね。
かたやあの町ではね、美味しい肉やら美味しい野菜やらたくさん売ってる中で、ちょっと進めば地獄があるっていうね。しんどいね。